パリオリンピック開会式で謝罪、柔道誤審も認める26日にパリオリンピックの開会式にて多様性関連の出し物で最後の晩餐や北条の神を侮辱したとして日判がさとし大炎上している事件について28日に国際オリンピック委員会 IOC の候補責任者が私たちはいかなる宗教団体や 特定の信念を軽視する意図はない。あれは寛容さと交わりを示すものだった。もしも開会式で傷ついた人々がいるなら、本当に申し訳ない、などと謝罪いたしました。こちら、この事件に関しては、フランスのカトリック団体が、残念ながらキリスト教をからかう、愚弄する場面が含まれていた。深く残念に思うと批判いたしました。 また世界中のカトリック教徒やキリスト教の団体発守の政治家の間で激しい怒りを招いたとされておりアメリカの通信会社シースパイアはオリンピックの広告から撤退すると表明しましたまた開会式に登場した人物たちの子孫の皆様も不快感を示されているようでございますがさらに日本国内からも ゲイであることを公表されている松浦大吾さんが、性的、少数者によるマジョリティに対する挑発のように感じた、俺たちが正義だ、俺たちは勝ったのだと、明らかにやりすぎだ、などといった批判が出ております。この出し物に関しては、他にも、ホットパンツから見えてはいけないものが見えていたという事件も発生しておりましたが、その他の出し物においても、 血まみねのマリー・アントワネットが登場するなどしこれで死刑に反対しているのかなどといった批判も出てしまっておりますまあ、ただフランスで行われた世論調査の結果85%の方が開会式が成功したと答えられてしまっているようでございますがさらに柔道男子60キロ級の長山隆選手が マテが出た後も相手選手が技をかき続け一本巻きした事件において審判団がマテが誤りだったことを認めたことが明らかになりましたしかし判定は変わらず準々決勝においても誤信があったことが確認されてしまっておりますが最後に新たに極左暴力集団が高速鉄道 TGV に対してテロを企てていたとして身柄を拘束されてしまっております このパリオリンピック出だしから治安面や開会式、誤審や食事などにおいてつまずいてしまっておりますがベルサイユ宮殿やエッフェル塔周辺の競技会場など良い面もございますのでこれ以上問題が発生しないようにまずは選手や観客などの関係者の皆様の安全確保を徹底しまた選手の皆様などに対して ルールの原始なども今後も求めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。